こんにちは。先ほどですね、アマゾンプライムで見た、戦争と青春という映画、工藤裕希さんですね。この中で、一本の電柱が、まあ、一つのテーマになっているよってことをお話しして、えー、感想動画を閉じたんですけども、えー、感想動画を撮った後に検索してみると、この、東京大空襲で焼け残った電柱があるんですね。繊、えー、戦災電柱という風うに名付けられていて、この写真が2019年4月7日ですから、 つい最近といえば最近ですよね。台東区、三筋町っていうんですか。こちらにあるそうですね。ここに書いてます。3月10日、東京大空襲のさなかでかろうじて焼け残った電柱。この電柱が10万人の命が燃え尽きるところを見ていたということで、こういうふうに記念になってますね。うんちょっとね、感想動画は概要欄につけておきますけども。いや、なんかこう、なんとも言えないですね。あ、複製がここにありますね。東京、 江戸東京博物館、うん。なんともですね。まあ、うん、なんとも言えないですね。はい。えー、ちょっと胸が詰まってですね、これ以上ちょっとレポートできそうありませんので、まあ、こんな電柱がありましたよ。サイトを見つけましたよっていうことに留めさせていただきます。ぜひ概要欄から、えー、戦争と青春の感想をね、見ていただければ嬉しいです。それでは。